一般財団法人日本ユースホステル協会は1951年10月に設立され1954年8月に国際ユースホステル連盟に加盟し1983年に財団法人化し2013年に一般財団法人に移行したユースホステル施設の運営、ホステリングの実施、指導者の要請等を通じて青少年の国際文化交流と 相互理解を深めていくことを推進している法人である。旧州務官庁は、文部科学省スポーツ青少年局スポーツ振興課。便宜上、日本のユースホステルについてもこの項目にて述べる。日本のユースホステルには、財団法人日本ユースホステル協会が建設し、直営するもの、ユースホステルの建設基準に従って、 民間の個人もしくは法人が建設し運営するもの、国庫補助を受けて、地方公共団体が建設したもの、地方公共団体や、地方公共団体関連団体所有の宿泊施設を契約したもの、個人の住宅を契約したもの、社寺の宿坊等を契約したもの、旅館等の全部、または一部を契約したものの7種類がある。また、建設費用は、 特殊法人日本自転車振興会からの補助を受けて賄ったもの、車両記念財団の助成を受けて賄ったもの、特殊法人年金福祉事業団の融資を受けて賄ったものがある。宿泊料金は各ユースホステルによって違うが、概ね3000円前後である。他の宿泊者との合部屋を前提としたドミトリースタイルが主流のユースホステルの他に個室利用が 基本のユースゲストハウスは、室内トイレや洗面所などの施設が整っているが、一泊二食付きで5000円から6500円程度と割高になっている。2020年12月31日現在、日本には163のユースホステルがある。一般財団法人日本ユースホステル協会、ホステリングガイド2015、2014年9ページ。ありがとうございます。